はい、こんばんは、勝弘です。今日は、ちょっと一件質問があったんで、それに答えたいと思います。僕の今のこのホーム画面がアイコンの配置の仕方なんですけど、まあ下の方というか、まあ、間ちょっと一列空いてるんですけど、まあ、上にはアイコンがなくて下の方にこの2列で配置できるのは、どうやってやるんですかっていう質問なんですけど、それのやり方を教えたいと思います。とりあえず、このアイコノクロスロムっていう、アプリがあるんですけど、これを入れて、インストールしてもらって、でしてもらって、で僕の、入れてるテーマっていうのがこの、この上から2番目のイオン HD ってやつなんですけど、それの、まあオプションというかアドオンなんですけど、でこの一番下のとこにさっきのアプリのイオンのアイコンのクロスロムっていうやつがあるんですけど、それをダウンロードしてもらうと、してもらうとさっきのアイコンのクロスロムの、それが設定の中にあるんですけど、これなんですけど、一番上にオンオフのスイッチがあって、で2番目のとこを開けてもらうとこう選べるようになってるんですけど、で今ここに僕イオンのやつを選んで適用させてるんですけど、そうするとさっきの2列の配置に、下の方の2列の配置にアイコンが置けるようになるんですけど、で例えばこの上の 5×5 とか 5×6 とかがあるんですけど、まあこれ 5×6 にしちゃうと、しちゃうと、通常の iPhone と同じような感じになるんですよね。これ再起動してもらうと、この普通の左上詰めに戻っちゃうんですよね。まあこれちょっと動かしてもらうとこうパッと、まあ普通ですよね、こう戻っちゃうんで、戻っちゃいますよね。でそこでそれだとこの壁紙がこう見えなくなっちゃうんで、この壁紙が生きてこないんで、さっきのアプリを使って、もう一回このクロスロムを開けてもらって、でここの2番目のところを僕のテーマのこのやつをチェックして適用させると、もう一回再起動かけると、さっきの2列の配置に戻るんですよね。こんな感じですよね。まあ簡単に言うとこんな感じですね。まあこの方がすっきりしててかっこいいですよね。そんな一つのページにアイコンいっぱい並べないで、この最低限だけ並べて、でこの壁紙を生かして、であとはフォルダーの中にこうやって入るんで問題ないと思うんですよね。まあそんな感じです。またねー。